ローコップマルムトラフィークは、スウェーデンの鉄道会社で、マルムバナンセントオフォート鉄道で、鉄鉱石貨物列車を運行している。工業会社ルオスサバーラ・キルナバーラの完全子会社、で、28両のイオレ型電気機関車と750両の、ホッパ車でローコップウノ、キルナ、マルムベリエト及びスバッパバーラの鉄鋼産から、積み出し鋼であるルレを及び、 ノルウェーのなるべくまでの鉄鉱石輸送を担っている。このうちノルウェー国内の運行は、子会社のマルムトラフィーク AS が担当している。鉄鉱石列車は、最大68両編成で総重量8600トンにも達し、年間輸送量は3300万トンに及ぶ。もともとは、鉄鉱石輸送は、スウェーデン国鉄と、 ノルウェー国鉄が担当していたが、1980年代後半にローコップは輸送効率向上のため、より長く重い貨物列車を自社運行する方針を固め認可取得に動き出した。しかし、鉄鋼石列車は安定した運賃収入が得られる収益性の高い事業であるため、特に NSB はローコップへの移管に消極的だった。 結局、ローコップは1993年にスウェーデン、1996年にノルウェーで自主運行する認可を取得した。マタブトマタスは、それぞれ SJ と NSB の運行を引き継ぐ運行会社として設立された。これに合わせて SJ からデシメートル3型電気機関車、NSB から L15 系電気機関車を承継した。当初はローコップ ローコップは過半数の持ち分を有する SJ 及び NSB との合弁会社として設立されたが、ローコップは1999年にマタブ全体を買収し、SJ 及び NSB から承継した旧式電気機関車から自社保有の電気機関車への更新に着手した。電気機関車の更新は2011年に完了し、現在は全列車を追いオれ型電気機関車が牽引している。 なるびくに停車中のデシメートル3型電気機関車1884年、ローコップの前身である、イェリバーレ社がマルムベリエトでの採掘権を取得し、その4年後に、マルムバナンセンの最初の区間として、マルムベリエトルレオ館を完成させた。ところが、その翌年には、イェリバーレ社が破産したため、スウェーデン政府が、建設費用の半額ほどの800万、 スウェーデンクローナで路線を買収した。マルムバナン線の家リバーレナルビク間と王法と鉄道の建設は1898年に始まり、1902年に完成した。1915年にはキルナからスウェーデンノルウェー国境のリックスグレン線までが電化され、1923年にはナルビクルレオ間の全線が電化された。1940年には、 ルビびク港が空襲を受けたことから、第二次世界大戦終戦まで鉄鉱石はトゥレオから輸出された。その後、1957年にスウェーデン政府がローコップを買収した。その間、マルムバ南線とンオホート鉄道を使用した鉄鉱石列車の運転は、ローコップと輸送契約を締結した SJ と NSB が行ってきた。 1980年代初めには、ローコップの収益が減少し始めたことから、ローコップは1983年に仲裁により、SJ への運賃支払いを、年間3億1000万スウェーデンクローナから2億3500万スウェーデンクローナに減額し、その後 NSB からも割引を受けた。ローコップは1988年に、SJ と NSB が過大な収益を得ているとして、 さらなる効率改善を要求した。スウェーデン・ノルウェー両国の運輸省は検討委員会を設立して効率化の検討を行った。しかし、1970年代から1980年代にかけて鉄鉱石輸送に携わる辞任は半減しており、NSB もこれ以上効率化する余地があるとは考えていないと主張した。 一方で NSB の営業利益率は50%であった。鉱石船と大王天船の地図1991年12月にローコップは鉄鉱石列車の運行主体を SJ と NSB から自社に移管する意向を表明した。当時の運賃はスウェーデン国内でトンキロあたり0.15スウェーデンクローナ、ノルウェー国内で トンキロあたり0.30ノルウェークローネであったが、他国ではトンキロあたり0.03から0.10スウェーデンクローナ程度が相場であり、かなり高額であった。SJ は1980年代に運賃引き下げに同意していたが、NSB は運賃引き下げに応じず、年間6000万から7000万ノルウェークローネの収益を上げていた。このため、ローコップは自前で 鉄鋼積列車を運行することで年間2億スウェーデンクローナの運賃に加え関連分野で5000万から1億スウェーデンクローナが節減できると主張した。ローコップはスウェーデン当局に事業移管の認可申請を行い SJ からは肯定的な回答を得ていたが一方の NSB は自社が列車運行に関与しないという提案に取り合わなかった。このため ローコップは NSB と合意に達しなかった場合は、すべての鉄鉱石をルレオ港から出荷すると警告した。1992年2月、キルナ氏が委託して取りまとめられた報告書では、ローコップ、SJ 及び NSB が鉄鉱石列車を運行する合弁会社を設立することが推奨された。これに合わせて SJ はローコップが運行を引き継ぐ場合、 同区間の旅客列車が廃止される可能性があると主張した。同年4月、スウェーデン線路管理局は、ローコップに運行権を与えたが、同局にその権限があるかに関して意見の相違があり、SJ は感染、特にボーデンからルレオまでの運行権に関する権限は企業、エネルギー、通信省にしかないと反論した。この時認可された運行権には、 応報と鉄道は含まれていなかった。翌日には SJ と NSB が鉄鋼石列車の運行を引き継ぐ合弁会社の設立を検討していると発表した。同年5月にローコップは欧州経済領域の構成国であるノルウェーはいかなる鉄道事業者に対しても路線を開放しなければならないと主張したが NSB はそれは 欧州連合域内についての話であり、欧州連合に加盟していないノルウェーにはその義務はない、と反論した。その後、5月下旬になって NSB は25%のコスト削減が可能で、ローコップ向けの運賃はそれ以上に引き下げが可能であると発表したが、ローコップは NSB のリストラ努力は遅きに失したとして、この提案を拒否した。8月には、 SJ と NSB が運賃を6億5000万クローネから4億5000万クローネに引き下げると提案したが、ローコップはそれ以上のコスト削減が可能であると考えているとして取り合わなかった。ローコップの積み出し設備1992年9月、ノルウェーのキエルオプセト運輸通信省は、ローコップが NSB から鉄鋼石列車事業を引き継ぐとすれば残念だと述べた。 これに対して、スウェーデン政府は、ローコップを民営化する意向があると発表した。9月18日には、なるべくでローコップの計画反対する3000人規模のゼネストが撃たれた。NSB は国有だったため余剰人員が出ても解雇、できず、ローコップへの鉄鋼石列車移管の際に、ローコップに転籍できない職員に給与を支払い続けなければならなかった。同年10月に、 スウェーデン企業エネルギー通信省はローコップへの事業移管を認可した。10月26日に SJ と NSB はローコップとの間で新たに5年間の輸送サービス契約を締結し、運賃は年間6億5000万クローナから4億クローナに引き下げられた。政治評論家はこの契約でローコップは従来のすべての利益を維持しながら、 コスト削減を実現できたが、一方の SJ と NSB はコストを削減しつつ、輸送サービスを提供し続けるためには、職員の解雇を迫られることになると評した。キルナの発破社1993年には、SJ、NSB ともに、鉄鋼石列車で赤字を計上した。これを受けて、SJ と NSB は1994年1月に、 マルムバナンセントホート鉄道の運行を統合することを発表した。1994年5月には、ローコップがオーホート鉄道の運行権の認可を申請したが、ノルウェー運輸通信省は、同年12月に、同社はノルウェー法上の基準を満足していないとして却下した。1995年1月に、ローコップ、SJ、NSB の間で、 合弁会社を設立することが提案されたが、ノルウェー鉄道労働組合がこれに抗議したほか、ノルウェー中央党は、これが NSB 民営化の第一ステップにならないか、懸念していると表明した。結局、2月には交渉が行き詰まり、SJ と NSB は、新型電気機関車の入札を公募していると発表した。対するローコップは、改めて、 ノルウェーでの自主運行の認可を申請し、自社が過半数の持ち分を確保できるのであれば、合弁事業に参加すると表明した。そして、6月8日に、鉄道輸送専業の子会社を、スウェーデン・ノルウェー両国に設立した。これは、ノルウェー運輸通信省が、前回の認可申請を却下する際の論拠となった、ローコップは、鉄道事業者ではないという点を逆手に取ったもので、 ローコップは欧州単一鉄道指令を踏まえれば、ノルウェー当局が鉄道事業者からの認可申請を却下する方法は今のところないとした。ナルビック港で鉄鋼赤列車の入れ替えを行う T44 型ディーゼル機関車6月27日になってローコップが51%、NSB と SJ がそれぞれ24.5%を所有する。 合合弁会社を設立することで合意に達した。当時、鉄鉱石の輸送に携わる従業員は3社で350人であり、新会社が従業員を募集するとしても必要な従業員は大幅に削減されることになった。計画では1996年1月1日から新会社が事業を承継するとされたが、 ルビびクの地元労働組合からは抗議の声が上がった。12月には、キエルオプセと運輸通信省が同省内に、トルシュテーンルディハーゲン国務長官を長とする委員会を設置した。翌1996年1月下旬に、同委員会は、ローコップは、運行権を認可されるべき基準を満足していると結論付けたが、報告書では、なるびクで55職種の雇用が失われ、 ノルウェー鉄道庁がローコップの運行について安全性を懸念していることも触れられた。スウェーデンではローコップが従業員にスウェーデンサービス通信労働組合からスウェーデン金属労働組合への転籍を要求したが定年年齢が5年繰り下がる上に給与水準が下がることから従業員らが強く抗議した。5月にオプセト運輸通信省がノルウェー政府は 合弁会社に事業上必要な権利を与えると表明し、合わせて、なるびくへの経済的支援と商業開発のための国有地提供を発表した。マルムトラフィークへの移管に伴い余剰となる人員五十人は両国に当分された。五月二十八日にスウェーデン人の運転士十二人が労働組合の転籍による賃金カットと年金受給年齢の繰り下げに抗議して、 病気休暇を取って抵抗しため、鉄鋼赤列車の三分の一が、運休となった。イェリバーレに停車中のイオレ型電気機関車1996年6月28日に、ノルウェー議会で採決が行われ、労働党、保守党、進歩党の賛成67票に対して、中央党、キリスト教民主党、社会主義左翼党、自由党、赤色選挙連合の反対45票で、 マルムトラフィークへの権利移管が可決承認された。NSB の工場や車両所はなるべくで新たな雇用を創出するために設立された新会社ノルスクベルクスタッド・インダストリーに移管された。マルムトラフィークは1996年7月1日から業務を承継し、ヨーロッパで国際貨物列車を運行する最初の民間鉄道会社となった。 承継にあたって SJ からはデシメートル3型電気機関車、NSB からは L15 系電気機関車6両と工場多数や車両所入れ替え機関車を購入した。9月26日から10月27日まで、ナルビークの従業員200人が就業規則の移行に反対してストライキを決行したため、この間はルレオへの出荷量を増やして対応した。 11月には5億クローナ以上の費用を投じて建設を進めていた年間取扱量600万トンの新石出港がルレオに開港した。1998年、ローコップは2005年まで年間35%ずつ増産するという見通しに基づき新型電気機関車との組み合わせで鉱石の輸送効率を向上させるため、 線路を所有するスウェーデン運輸局とノルウェー鉄道庁に対して最大許容軸重を25トンから30トンに強化するよう要請した。編成重量を4100トンから8600トンに増やすために、王法と鉄道の強化に1億8000万クローネが必要と見積もられた。さらに、編成長が長くなるため、対比線を790メートルに伸ばす必要があった。 デシメートル3型の30連3月には、新型100トン積発破車750両の調達に当たって、まずノルスクベルクスタットインダストリーへの発注を検討した上で、南アフリカのトランスネットと供給契約を締結した。8月には、王ーとー鉄道の強化に対して、ローコップが総工費1億3000万クロネのうち1億クロネを負担することで合意に至った。 1998年9月15日には、ボンバルリアとの間で、新型電気機関車18両の供給契約が締結された。さらに1999年には、ローコップが SJ と NSB の持ち分を買収し、マタブを完全子会社とした。電気機関車の第一ユニットは2000年に納入され、2002年から2004年にかけて順次納入された。 2003年には、キルナからリックスグレン線までのマルムバナン線と、王ーと鉄道の許容軸重が30トンに強化され、運行列車の半分が最大重量で運転できるようになった。2004年3月には、トランスネットとの供給契約のうち、追加オプションを行使せず、キルナワゴンから750両のホッパ車を購入することを決めた。1969年から、 鉄鋼赤列車では、旧ソ連の SA3 型連結機を採用していたが、ローコップは、列車重量に対して強度が十分でないと判断して、イオレ型電気機関車と新型発破車には、ジャニー式連結機を採用することとした。電気機関車のうち、最初に納入されたものは、ジャニー式連結機で落成していたが、一時車の残りは、既存の発破車と連結するために、 SA3 型連結機で落成した。その後、ジャニー式連結機に交換し、必要があれば SA3 型連結機に交換することになった。ローコップは2007年8月23日にイウォレ型電気機,機関車をさらに4ユニット、計5200万ユーロで追加発注した。また、2009年には、ナルビクルレオ間の全線で対避線が延長され、 全列車を最大編成で運転する準備が整った。追加発注された電気機関車は2010年から2011年にかけて納入され、キルナルレオ館に3ユニット6両、キルナナルビック館に10ユニット20両の配備が完了した。これにより、最後まで残っていたデシメートル3型電気機関車が淘汰され、全列車を最大の68両編成で運転できるようになった。 この結果、年間輸送量を2800万トンから3300万トンに増やしつつ、列車本数を1日21本から15本に削減できることになった。東根の湖畔を走行する鉄鋼赤列車イオレ型電気機関車は2000年から2011年にかけてボンバルディアトランスポーテーションで製造された。同社の標準型電気機関車トラックスをもとに、 大幅に強化したモデルになっている。軸配置 COCO CO の機関車2両を永久連結したユニットで運用され、1両あたり、出力は5 4 0 0ット6 0 0トンの牽引力を発揮し、最大制動力は3 7 5トンである。全長2 2 9 0 5メートル全高4 4 6 5メートル全幅2 9 5 0ルの車体は、 重量が180トンもあるが、電気機器はそのうち38トンを占めるに過ぎない。軸重を増やして粘着力を高めるため、30トンの支重を積み、外板を厚さ4センチメートルの走行板としている。搭載機器の診断情報は運転士が確認できるだけでなく、GSMR を通じて運転指令書にも送信される。マルムトラフィークは、 トランスネットとキルナワゴンの2社から、ホッパ車を導入している。ホッパ車は80トン席、または100トン席、最大軸重は30トンで、連結機は、ジャニー式である。マルムトラフィークは1編成を、ホッパ車68両で蘇生し、編成あたり6両の予備車を確保している。北部のキルナナルビック間には7編成が、配置されている。 鉄鋼石列車を牽引する L15 系電気、機関車の10連デシメートル3型電気機関車は、1952年から1970年にかけて SJ が導入した30連系の電気機関車で、アセアと元ラベルクスタットで製造された。軸配置 1DDD1 で、編成出力は7 2 0 0ット、1両の全長は13.2メートル。 重量は95トンである。イオレ型電気機関車の導入により順次到達された。6両承継した L15 系電気機関車は NSB が1967年に導入されたもので2004年まで運用された。スウェーデン国鉄 RC 型電気機関車をより強力にしたもので軸配置は COCO CO で出力5 4 0 6ット、全長19.2メートルで 重量は132トンであった。電気品はパークレ社、車体はスーリー社で製作された。従連で運用され、出力自体はイオレ型と同等ながら、牽引力の点では劣っている。ローコップは、スウェーデンのノールボッテンケンキルナ、スバッパバーラ及びマルムベリエットで、鉄鋼産を運営しており、採掘した。 鉄鉱石の大部分は不登校であるナルビクから出荷される。ナルビク港の年間取扱い量は2500万トンで、最大25万歳下重量トンの鉱石運搬船が入港できる。バルト海に面したルレオ港からは、主にバルト海沿岸の顧客向けに出荷されるほか、祖父のルレオ製鉄所及びオクセレースンド製鉄所に供給される。 ドレオ港の年間取扱い量は1000万トンで、最大6万 DWT の鉱石運搬船が入港できる。ドレオ港がある、ボスニア湾は1月から5月まで欠票するため、砕氷船を用いて、航路確保が行われている。マルムバナム船及び、王ーとー鉄道はスワッパバーナへの支線を含む、総延長 536km の路線で、 ウチキルナ・ナルビック間は 170km、マルムベリエトルレオ間は 220km である。運行は、スウェーデン国内をマルムトラフィークイキルナ、ノルウェー国内をマルムトラフィークが担当する。北部では、毎日11から13往復、南部では5から6往復の運転である。イオレ型電気機関車が牽引する列車は68両編成で、 編成長750メートル、重量8600トンである。赤車は時速60キロメートル、空車は時速70キロメートルで運行されている。機関車とホッパ車はすべてローコップの所有であるが、マルムバナン線はスウェーデン運輸局、オーホート鉄道はノルウェー鉄道庁が所有しており、上下分離されている。全線が交流 15KV。 16.7Hz で電化された単線で ATP が導入されている。マルムバナム戦闘フォート鉄道では旅客列車やコンテナ貨物列車も運行されている。マルムトラフィークの輸送量はノルウェーの鉄道貨物の大部分を占めており、統計の単位はトンキロではなくトン単位となっている。ありがとうございます。